しゃ5000円プラスです。んちょろ松は当たってます。当たってんのか、喜べや。よっしゃ来たよ、これだ。ねえ見えた、ここだ。ねえ俺は見えた、ほんと見えた。はい、7レース目、はい、スタート電池終わりまして、これは見えたよ。見えました。見えました。見えました。はい、もう書いてらっしゃいますもんね。お、はい、じゃあお願いします。ちょっと待って、僕は、うん、はい、もうちょっと あの中、まあ中あれかなと思って、うん、145、145、1456の3連単フォーメーションですね。だ12点で合計6,000円ということで、はい、勝負です。これだから541とか全然あるなと思って。ほう、541、はい、それめちゃめちゃ夢がある。確かにね、見えたとしては広くないかっていう、そうなんですよそこが僕の根性のないところなんですね、はい、的確な。 いいんですよ、あの4554の1でもよかったんです、2000ずつとかでもね。あ、そうしようか。あ、けどこれは買っちゃった、これ買っちゃった。もう戻れないよ、もう戻れない、もう戻れない。ちょっとじゃあ広松、はい、いきます。はい、124の3連単と1513の2連単、そして12の2連単を3,000円と3,500円と、うん、ちょっとあのいじってみました。よろしくお願いします。いじってみました腹減っただろう。腹減りました。カツ丼、はカツ丼ですよ、やっぱりあれですよね、勝てよってことですよ ね。なかなかアイドルがカツ丼食べる絵っていうのは見たことないから、ちょっと食べて食レポして。あ、食レポしますね、うん、じゃあちょっと、ね、食レポ、ちょっとあのカメラ寄ってもらって食レポを。あんまやったことないです。いただきます。カツがふわふわ、食べてもねえのに食べてもねえのに、持った感じでふわふわだったら多分肉全然ペラペラってことだからな軽いってことだからな確かに、うん、食べます。いただきます。ふわふわです。聞いたよ、さっき聞いたよ、ふわふわ。味が染み込んでてめちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。味が染み込んでなかったらもう終わりだよ。どうやって作るんだよ、逆に。料理とかしないだろ。最近してるんです。最近何作った？最近、最近はなんだっけな、オムライスを2時間かけて作っちゃったんですよ、うん、いやいや絶対マジじゃん。ちょっと見せて、じゃあ画像ちょっと大丈夫、皆さんでも見せていい？見ていいですよ、うん、私も料理はうるさいから。私が作ったオムライスはこちらです、うん、絶対マジじゃんこんなの。これ2時間かかったんです。これなんなの、寿司って。これなんか間違えちゃった。写真から伝わってくるのはね、もうなんか全部硬そうだよ。ちょっと汚そうですよね。いや硬そうだね。これがあったから、うん、ちょっとあのショックだったんですよ、私。あ、料理できないんだと思って、うん、ロコモコを最近作りました。ハワイのね、ロコモコ丼、はい、いきます。ロコモコこちらです。これ何、残飯これ。これこの下にハンバーグがしまってあるんです、うん、何これ、なんかバランス全体によく、なんか、ね、何でも出ないけどこんなでかいのこれ何。でもなんかショックだったんですよ、私、このロコモコを見て、うん、まずそうだもん、だって。そう、悲しくなっちゃったから最近作ったのは、うん、煮込みハンバーグを作りました。お、まあ、見た目けど、これこそやっぱ女子のあるある、あのインスタ映え狙ってる。よかった。多分うまくねえと思うもん。どれがハンバーグって聞かれて。うまいですよ。でもなんかこれ豚でしょ。そうそう、自分で作った、これ煮込みだから。うんうん、あのトマト缶ブンって入れました。それだけ。はい。職業軍人さん。その大雑把な感じは軍人が何かやってんの、アーミーよし、いいぞ、4度の連動起こしもいい。いけ伏せも早い。どうですか。いや、これあ、ちょっと合わさっちゃってるな、これ。あ、行ってねえわ、待って、早いな。3、いや1がけど、もう逃げたらいいんだよ。お前が当たらいいんだよ、とりあえず。私1が来れば、やっぱ4、あーダメだ、これ1、2だ、1、2、3。なんか3号でタンマーク外してるけど、やっぱ結局前にいるからね、不思議だね、これ。お、これ4、3だね。あー、なるほど、俺分かったわ。隅の上合ってねえわうん、考え方が全然違うんだもん。当たってます、私は当たってます、このまま。お前当たってんの。私は当たってます。本当だ、なんで言えよお前ちょっと気ぃ使っちゃった、気ぃ使っちゃった。13、でも怪しいですよ。でも、いや怪しくねえよ、ガミ。いいんだよ、俺に気ぃ使わなくていいんだよお前もう13だよ、これどう考えても13。ガミってなければいいな。ガミってないんじゃない、これは。4倍とかつくんじゃないの。本当ですか。そしたら、うん、怪しい。でもそれでも怪しい。いや、ガミってないと思いますよ。132、
イエーイ、広松当たりました。まちょっとがみりましたけども、まあ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 、まあ、いや素晴らしい、まあまあ、どんどんコロコロしていきましょう、コロコロ、イエーイ。いや俺は本当に全く見えてなかった。そうですね、マジで勝負言うてましたけど、マジで全く見えてなかった。セミの目だもの、三つを。まあね、いいんがね。なんかあれだな、こんなことはあんま言いたくねえけど、はい、お前と仕事してると当たんねえな。なんで、私逆ですよ、ダイさんと仕事してると当たる。そういうことだ、だから運を吸い込むタイプだ、お前は。どうですか。俺はもう決めたのよ、やっぱ、はい、隅の上1コースの流れっていうのも、はい、俺のいつもの買い方と合ってないから、はい、もう穴を狙い続けるっていうスタミナ勝負ね。ほう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 、はい。だから僕はこのレースは石破哲平さん好きですけども、うんうん、はい、ちょっと申し訳ないんですけども、もう穴です。はい、2346 4点ボックス各500円、おお、12000円、24点。はい、どうかな、どうかな。これでだから1号艇だけ見ときます。1号艇だけ見て、1号艇がもし何かがあればガッツポーズします。ほう、いきます。平松、13の2連単3500円と321と31の2連単を3000円、そして321の3連単を2000円でよろしくお願いします。でも1ヤードもやっぱ切れなかったです、私の。いや、それでいいと思うよ、俺はもうだいぶ今錯乱してきてるから。でもなんかもうコメント欄でもなんか石渡さんがちょっと怪しいみたいな、いっぱい皆さんつぶやいていただいてるので、ちょっと怪しいけどちょっと私はちょっと超えていきます。やっぱりね、鉄平さんの印象率さっき 7.5 ぐらいあったけど、うん、このレベルの印象率の 7.5 ってそんな高くないからね。うん、あ、そうなんですね。やっぱり 8.9 点ぐらいないと、うん、やっぱ逃げて当たり前みたいなレベルだからね、このレベルになると。ってことを考えると、鉄平さん今年通して SG と記念ずっと走ってきて、インの信頼度は正直そんな高くないと思いますよ。ただモーターがいいからね、そこは何とも言えないんだけど、もしかしたら荒れるかもしれないこのレースと俺は勝手に想像してる。お、うん、あとこれでしょ、それ待つ、今日スタッフさんがね、スタッフさんからの我々のためにいいんですか、はい、お触りしてお守りをいただきました、ありがとうございます。大久保にある、大久保にある、みな、な、みな海中稲荷神社、みな、みな、なんて言ってましたさっき、みな当たるみたいな、そう、みんな当たる、みんな当たる、おなじみだから、冒頭あのギャンブルやる方は結構行かれるね、神社ね、ね、スタッフさんにもこんなにいただいてありがたいです ね、なんかすりつけとけばいいんじゃないですか。ああ嬉しいね、ありがとう、これで当たりますよ、飾っときましょう、もうこことかあ、そうね、ここに置いとこう、ここに置いときましょうね、はい。もうダメだ、当たらねえわこれ、倒れたりするからね、うん、もう神頼みですよ、神頼みしましょう。よし、これでいけるいけいけいけ、これ今ちなみに残金が、407,700円まで落ちてきました。うんうんうん、もう落ちてきたって言っても全然ないから、これ一回当たればいいんだよ、あんなもん、あの狙って、あの狙って、よしよし、いけいけイエー、1秒前、遅れたけど、まあ伸び返すよな、今日差し詰めて、差し先に上行け、下宿、あー差し詰めた、2で逃げるんか、あー逃げたな、いや、これかけてくれたら面白いんだよ、2マーク振ってる、引くな引くな、突っ込め、突っ込むの面白いよ、2-1、2-1、2-1、2-1、うわーすげー、兄さんのもう一個かけろ、横一になって一緒、もう一個かけたら面白い、もう一個かけたら面白い、4号で先に回れ、まるちゃん、まるちゃん、麺作り、まるちゃん、麺作り、先に回そう、うわ、1、どっか行っちゃった、先に回した、よし、234、おっしゃ、あー、わ、来た、頼む、まるちゃん、麺作り、まるちゃん、麺作り、いけ、第3当たれ、もう頼む、うわーすごーい、これちょっと231まで絶対6にやってくれ、まるちゃん外にいけ、一発、うん、跳ねた、あれだ、234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 、
さんよ。ただけどまあ本戦かこれは。よしこ2歳になるだろう。ただ当たればいいんだって。当たればいいんですよ。当たればいいんですよ。まるちゃん。いけ。麺作りましょう。よっしゃ。麺作ろう。お、来たんじゃないですか。飲んだよほら。イエーすごいな。やめて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 。よしよし。ちょっとマイナス取り返した。ありがとう先生。マイナス減らすことができた。よかった。マイナス減らすことができたぜ。ありがとう。ありがとうありがとう本当によかった。やっぱりそうでした。まあ、けどね満州ではないんですよこれは。ないんですか。やっぱ売れてるんですよ。売れてるんですね。234がね。いやすごい。これけどさもうちょっとついてもいいですよね1切ってんのにね。すごい。だここですよ、はい、当てた後のレースが大事なんでね。9レース。そうですね。僕は今すごく悩んでます。私はあのツイッターの方で、予想をいただいたのでキャンペーン、ね、キャンペーンを選ばせていただきました、はい、じゃあ私から発表しようかな。はいはい、ツイッターの企画で選ばせていただきました。ひろひろとさんのこちらの予想。何言ってんのひろひろとさんで、ね、誰ひろひとさんで、ね、ひろひとさんの予想をちょっともう一回言ってみて。ひろひろひとさん何ひろひとひとさん伸ばし棒があるかないかぐらいですよね。ヒロヒト、まあそうだね。ヒロヒトさんの。ヒロヒトさん。何言ってんね、君は。ヒロヒトさんね。はい、おめでとうございます、ヒロヒトさん。よろしくお願いします。抑えもしっかり書いていただいて、うん、弟さんのひとしさんがいい人間したので、お兄さんも続くと書いてあります。あと、クリスマスプレゼントになるといいなって書いてあったんで。何今回のグッズは。今回のグッズ、発表します、はい、グランジさんの DVD となっております。あ、すいません、本当に。こちらを ねプレゼントさせてあげたいと思います、はい、我々グランチというトリオで普段お笑いやってましたね。一応 DVD もちょっと、うん、あのリリースさせてもらってますしね。そうなんです。結構売れたんですよこの DVD。じゃあそれをぜひ1万2000枚ぐらい売れましたから、うん、ありがとうございます。スタッフさんがもしいらない際はその詩を DM の方に書いてくれと言ってたのでいやいやいやもらってくださいよそれは、ね、でもぜひすいません見たい。私も見たいぐらい、はい、よろしくお願いします。はいお願いします。僕は21流しです。うんうん、はい。で金額はまあちょっとおのおの違うんですけども、これはあの篠崎選手がやっぱ2号艇に覗かれる展開になりますね、うんうんうん、はい。なので差しに構えてというところですごいあのはいちょっと覚醒しつつあります今。おお、でもなんかもうちょっと言うことが違います。あの地に足がついてきました。やった。おお、いじってんなお前おい、だいぶ上の先輩いじってくれてんなお前さっきの大当たりで、いやまあちょっと冷静さをね、うん、冷静さを取り戻しましたよね。テレフォンってきた。まだですよねテレフォンなんか。いやちょっとね個人的に知って今奥さんから業務連絡あったから。なんだよ。はいはい、ごめんごめん。あ、もしもしごめん。今日ね俺ね終わった後にあの大宮の劇場なのよ出番があ、そうか、ちょっとまた折り返すわ。ごめんごめん、生放送中で。ちなみにこれ松田さん9レースの今やってんだけど、好きな数字は1から6までで。こうね。分かった。はい、ありがとう。はい。これがあの今の。ガチじゃないですか、はい、電話が。これがあのうちの夫婦の日常です。ちょっと嫁がね、あの5が好きだって言ったんで、僕215買い出します、これ。おはい、これあの5000円買います。お嫁さんパワーで。嫁さんパワーで。はい。いける。いけるかな。いけいけ、いいぞ懐取って。まず1がトップスタートだけど、今日これ絶対外を張り気味に回るからね。ここは2、5。合わせられたわ。5合わせられた。1号あるぞ。1号ある。1号あるぞ。13はある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 ぞ。13、13よ。5持ってます。13、4まであるよな。13、6もある。6位だった方がいいぞこれは。もう俺はもう消えたから俺はもうさよならです。あ、この人すごい。この人ってヒロヒトさんって言えよ。ヒロヒトさんすごい。134だ。え、すごい。いや今できてる。いいよ、いいよ、当ててこ当ててこ。シャチ来い。シャチ来なくても全然点がある。スドもう悪くないもん。あ、けどまあそうだな。はい、134ですねこれはね。やば、すごい。いやすごいすごい。ヒロヒトさんありがとうございます。おしゃれなアイコンだった。すごいすごいね。すごい。
イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろひとさん、ありがとうございます。当たりました。やるね、ひろひと。ひろひとさん、ありがとうございますね、本当に。バッチリしじゃん、抑えの1号もさ、入りそうだったしさ。ね、すごい、本当にバッチリすぎる、嬉しい、ありがとうございます。バッチし、バッチし、イエーイ。バッチし予想してんじゃん、調べてる。チョイスは私だしね、自信を持って。あ、まあまあ、そうだね、そこがいいよ。イエーイ、ありがとうございます、嬉しい。おめでとうございます、ありがとうございます。